はい、どうも皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室、平田直之です。本日は、平田ドラム教室の待合室をちょっとご紹介していきたいと思います。はい、まず、こちら今撮ってる部屋が待合室になるんですけども、はい、こちら入り口ですね。はい、入り口から入っていただいて、まず右手です。右手にこちらがお便りですね。はい、ニュースレターとかレッスンカレンダーなどが置いてあります。はい、でその上にはまあいろいろ掲示物ですねがあります。こんな形です。で下には一応教則本なんかも置いております。で、こちらに行きまして、まあ普段音楽が書かれてたりするんですけども、こちらですね、まあ漫画コーナーですね。あとドラマガジンのバックナンバーがあったりします。結構ドラえもんなんかは人気だったりするんで、ものすごい数が増えてます。はい、あと猫の日っていうのも結構人気があります。で、こちらですね、回ってってもう懐かしいぐらいですね。2018年今年の目標ってことで結構皆さんいろいろ書いていただいてます。はい、で今度、やる、まあ、イベントですね。教室やるイベントです。はい、でこちら、テーブルがで、まあ最新号ですね、ドラマガジン最新号なんかも置いてあります。まあ遊び道具なんかもあるんですけど、ラッキーパズル前結構やってましたね。最近もう全然やんなくなっちゃいましたけど、あと落書きコーナーみたいなのがあったりします。はい、なんで、まあ、例えばご家族でドラム教室に来て、まあ、お兄ちゃんがドラムを習ってて、まあ、妹さんがここで勉強してるっていうご家族の方もいらっしゃいます。はい、でざっとこんな形ですね。まあこっちちょっといろいろ、まあスリッパなんかもここにあったりするんですけども、まあちょっとだけ本があったりっていう形ですね。でこちらが行くと、今扉開いてる右側の扉ですね、まあお手洗いとなっております。はい、そんな形で待合室のご紹介でした。ではご視聴ありがとうございます。